まだリードが長いんですよ。長い。で、ガンガン引っ張ってないけど、この状態がいけないということです。勝手に来させてるじゃないですか。なんで、リードがついてるんで、自分の横っていうか、後ろで待たしとかんとかですよ。で、こういうのが許されるもんで、人が来たとか犬が来たっていう時に行っちゃうですよね。で、これ反応してるじゃないですか。これを注意しとかないといけないんですよ。なんか動いちゃうじゃないですか。